そして誰もいなくなったじゃん。質問はありますか？で、講義ノートの10ページ目を開けてください。で、あれなんか違うね。こっち側電気ついてる。逆ですね。窓側ではなく、あれ？これで全部消えてる状態が、廊下側をつければこうですね。独占企業の利潤最大化問題をこれから学びます。で、利潤関数は独占企業だろうが完全自由競争だろうが収入から費用を引いたものが利潤であって収入というのは価格かける生産量で費用は費用関数、ここは変わらないんですね。何が変わるかというとこの価格ですね。価格が独占企業の場合プライステーカーではなくなるよね、自分で価格設定をできま、することができるので、もし私が、豆腐を開発して特許を持っていたら他の誰も豆腐作れませんから自由に豆腐の価格を設定することができるんですね。で、どうやって設定するかといえば、当然みんながこの値段だったらこの値段だったらどれくらい買ってくれるかなという想像をしながら価格を決めますね。みんながどれくらい、この値段だったらみんながどれくらい買ってくれるかなというのは言ってみればみんなの需要曲線を考えればいいんですね。コンディオルディマンドプライス、みんなの仮に需要曲線がこんな風にディマンドファンクションが価格に依存して決まっているとするならば、もし僕がこれくらいの値段をつければみんなはこれくらいの、需要をしてくれるっていう風に考えます。なもんで、価格が与えられたら需要量が、僕が PA つけたらどれくらいの需要量をするかということを想定して価格をつけますので、だけども需要関数というのは P が与えられると需要量が決まるんですね。ここにここ P が与えられて需要量が決まったら、ここもクオンティティでクオンティティでクオンティティかけてもしょうがないですね。価格を決めてやらないといけないですが、
これを逆に考えればいい。つまりこれくらいの生産量を、まあ、供給したら、まあ、これくらいみんな買ってくれるんだったらどれくらいの価格を設定したらいいかなっていうふうに QD を先に決めて P を決定する関数と読み替えるわけですね。需要曲線書いたときに普通は P が与えられたら重量がこうだけど、そうじゃない、これくらいの需要量を達成するためにはどれくらいの価格をつけたらいいかなって考えるわけですよ。そうするとこれはこの関数の逆関数ですね。 P について解いて逆関数って前やったよね。このマイナス1乗みたいに関数の名前にマイナス1ってつけるんだけど、これは乗じゃないよって。単にまあ D とは違う別の F という関数で、その F という関数が実は D を逆さまに解いたものだよということを分かるように名前を D のマイナス1という名前をつけたわけですね。 これはね、このように、ここをあの式を使ってですね、これくらいの生産量をして供給するわけですね。その生産量を売るためには、みんなに需要してもらうためにはいくらぐらいの価格を設定したらいいかという逆需要関数をここに使うわけです。僕は価格をコントロールできますから。それを言ってるのがここの、部分で、独占企業は価格をコントロールできるので、この逆需要関数を使う。これくらいの Q というコンティティを売るためにはいくらぐらいの価格を設定したらいいかというのをみんなの需要を観察しながら、プライスを決める。すると、逆需要関数を今 D-1 とか書くと分かりづらいので、これはプライスを決定する関数なので、関数の名前を P にする。 P カッコ Q と置き、独占企業の目的関数に、代入すると、独占企業の問題はクオンティティが与えられるとプライスが決まるという同じですね。だからこれ逆需要関数です。かけるクオンティティマイナス C の Q、 これが、そこの独占企業の目的関数になります。でこの式をさらに収入というのを前レベニューと言いましたが、 R 前は R イコール PQ だったよね。 P かける Q が収入で、こうやって傾きが P で R イコール PQ と書きましたけれども、今度は収入、これレベニュー R は P はクオンティティの関数でかける Q ですから、これ全部 Q の関数になります。マイナス CQ、 こうなるわけです。まあ前も R はクオンティティの関数だったけど P が定数でただの線形の式だったんですね。まあこんなグラフ書いてるね、 C と R で。グラフ書きましたけども、今度は直線じゃなくて曲線ですね。 Q の関数の P と Q を掛け合わせますから、直線とは限らない。つまりこんな感じになるんですね。でこの Revenue R は収入関数と呼びます。 Revenue Rでは皆さん、1階の条件、利潤最大化の1階の条件をそこから求めてみてください。まあ両方の式使うか、下の式の微分して0と奥の分子、上の式を微分して0と両方出しておきましょう。誰も宿題出さないと思って、今日は宿題ないんだ。
験さん考えたんだよね。そういう、さあ、微分しましたか？では、1階の条件を求めてみましょう。ファーストオーダーポジションは D by DQ。 生産量をコントロールして π を再利用するわけですが、まず上のこの式から微分していきましょう。ちょっと黒板見て、これは積の微分ですね。だからこっち微分こっちそのまま足す、こっち微分こっちそのままですね。ということで P 微分 Q そのまま足す、 P そのまま Q 微分したら1ですね。1マイナス C 微分がゼロというのが1階の条件になるし、もしくは、2番目のこれを微分しますよ。収入関数微分マイナス C 微分、まあ、イコールゼロ。この2つが出ますね、条件してましたね。まあ、これもこれも同じことなんですが、食べたらめっちゃレモンが来てからテンション低くかろう、眠くてしょうがない。立ったままこう寝てしまいそうなぐらいのね。いや、気持ちあんま変わんないと思うんですけど。うん、いや、あんま変わんないと思うんですけど、個人的にテンション、マジでちょこっと低いかなって。でもそんな変わらない、低いなって思う。低いよね。低いっすか。低い低い。もっとだって全部の時間とかすごいよね。いや、もし見れるなとか思いながら昨日のゼミで力の出過ぎたんじゃないですか。いや、普通にマクロの時間はテンション高い。急に食べたりも今日寝不足なのかな。うちの家内はさ、布団をいまだに羽毛布団のままでさ変えてくれなくてさ、暑いんだよ。で、暑くてさ、かけないで寝ると寒くて夜中が目覚めてさ、何、今日は T シャツで寝たんだよね。それでかけないで寝たら寒くて何遍も夜中目覚めて、かけるとまた暑くてまた目覚めて蹴っ飛ばした。昨日は T シャツじゃあ夜中寒くなると思って上にジャージ着て寝たら、今度大汗かいてやっぱり朝6時ごろ目覚めて、それであれ俺まだもうちょい寝れるのにと思って二度寝したら危うく遅刻しそうになったんです。だからなんかね、最近困ってて、ね、ちょうどいい布団を変えてたいんだけど、すげえ分厚い布団しかなくて温度調節ができなくて。さて、で、これをですね、今2つ条件が出ましたので書き換えると、昨日はでもあれだよ、彼が休んでもあれで一気にテンション下がったり。ユースケでもお前いい加減にしろよって、だって前言って、あと1回もあれしたらもう君終わりだよって言ってたんです。これで最後だよって言ったら出てきてさ、またサボりやったんです。まああいつと最初からああなることが分かって、みんな分かってたからそれでもあと1回だからって言ってるやつがいて、いい加減にせよ、こうでもいいし、こうでもいい。
ら、これは同じことですね。これは R が、今 R がですね、だから R が P かっこ Q のかける Q というふうに定義されていれば、 R の1回微分は PQ、プラス P ですね。ああいうふうに R が定義されていれば、 R の1回微分は P'Q の P ですから、これとこれはまあ同じことで、要するに左辺は収入関数の1回微分ですから、マージナルレベルになって、で右辺は限界費用ですね、需要関数の1回微分なので、したがって、まあ独占企業の利潤最大化問題の時、教科書には必ず MR イコール MC というふうに書いてあったり、1回の条件は限界収入イコール限界費用って書いてあるんですね。ところが、これは別に独占企業だけに限った話ではなくて、完全競争市場の時にも実は MR イコール MC なんです。なぜなら、完全競争企業の時には R が PQ で与えられていて、これは定数なんですね。だから PRDQ は、山田君いくつ？すいません、落とします。ゆいやさん、いくつ？ P だよね。 P が定数だもんね。そしたらこれマージナルレベルが P やん。完全競争の時には MR が P だから P イコール MC って書いてただけであって、実は完全競争市場だろうが独占企業だろうが、マージナルレベルがマージナルコストというのは常に普遍的に成り立つ均衡条件、主体均衡条件、1回の条件です。ただまあ普通は P イコール MC と完全競争の時には書いて、独占企業の場合にはこれマージナルレベルが P だけにならずに、これが P ですね。 P イコール MC というのはここまでだね。これだけだったら完全競争市場と同じなんだけど、追加でこの部分が入ってくるというので、まあ、あえてマージナルレベルというふうに書きます。ということで以上まとめますと、したがって、利潤最大化の条件は MR イコール MC となり、となる。ただし完全競争の時は MR イコール P だったのに対し、独占の場合にはですね、Pプラス P プライム Q であると、まあ、いずれにせよ収入関数を特定化しないで R と書けば、完全競争独占企業いずれにしても MR イコール MC だよということをそこに書いています。近づいてるからだとか。結構ほら低気圧が近づくと頭痛がするとかいるじゃん、そういう人。体がどっか痛くて。確かに俺も低気圧が近づいてくるとテンション下がるんだよね。これは気圧のせいじゃないかって思うんだけど。単に今雨で明日は山に行けないという、そこからテンションが下がっているのかもしれない。マジで明日山行こうと思ってたのになんだよみたいな、困ってます。また馬の速さなのかな。いやもう本当山の越えで最近どんどん体力がついてきてさ、面白くなっちゃってきたよ。昨日もゼミの前で1号館の一番上までさ、歩いて階段登ったらさ、後ろから俺よりもっと若い先生がさ、駐車場すっごい、駐車場じゃない、エレベーターすっごい学生が振り返ってたから、渋々、
あの後ろから階段ついてきたのね。そのうち俺にこう俺と話しながらなんでだんだん俺に話されて小橋にまた追いついて小橋に追いついてやってハーハー言いながら6階で降りてたけどさ6階に離脱していて、ね、ああ体力ついたなとか思いながら、まあ、いいですね。いやでも実際エレベーターあんま使わないっすよ、うん、それは若いからね。俺今6だけどさ40過ぎてからそうだね、7階まで階段で上がってごらん。階段で上がりました自分。え？自分も上がってきました。47歳じゃないだろ。47ではないです。話を聞けよ。40過ぎたらってきたじゃないか。で上がりましたってお前40じゃないの。40じゃない。面白いね。いろいろですけど。これ親戚の46って言ってませんでした。46だよ。先生47って言った。あれ俺46だよ。まだ46だけどこの11月で47やからまあ47や今年で47。なんかあの2回しか上がんないのにエレベーター使うやつ何なの。いる。何なの。あいつらほんとね。あなんか腹立ちますよね。なんか日高さんと一緒に行ってたんですよ。そこで何も言わないあなたはもしかしてそうですか。おすげえ乗れないっすよ。待つのイライラします。確かに。そこでエスカレーター乗りたい人だ。エスカレーターは乗るのね。エスカレーターは普通に歩いてる。歩いてる。まあ健康的だね。今あの女の子みんな歩かないから、まあ、少し弱くてね骨がみんな骨粗鬆若いのに骨粗鬆症の人が多いっていう。ね、ちょっと見習った方がいいね。はい、それでは次いきますが、これをちょっとね、ここはもう2階の条件はちょっとやらずに1階の条件だけでちょっとグラフを書いて、完全競争市場との違いをあの明らかにしますね。元の関数が需要曲線なんだよね。需要曲線は価格が上がったら重量が下がるという負の関係で、まあこれ確かに需要曲線っていうのは本当は需要関数は価格が与えられたら需要が決まるからを縦軸を P にして書いてるから実はこれこそが逆需要関数なんだよね。横軸が QD で縦軸が P。確かにグラフの傾き負ですね。だからこの微分はまさに需要関数の傾きなんだよ。いつも言ってる需要関数の傾きは需要曲線の傾きは本当は逆需要関数の傾きで需要曲線の縦軸と横軸をひっくり返したグラフの傾きが需要関数の微分と本当は等しいよね。ということは、まあいいや。で、まあ、これマイナス。そうすると、まあ今そこ需要曲線、曲線で書いてますが、話を簡単にするためにまず直線で書きますけれども、コンジとプライス。直線でこう需要曲線を解説しましょう。だからこれが Q イコール Q イコール P P イコール PQ ですね。逆
逆需要関数を表したグラフで、いわゆるこれが需要曲線ですね。これが需要曲線。これは今ここですね。これですね。これをグラフにしました。プラスにマイナスをかけたもの、ね。あ、違う。プラスにマイナスを足したものがここの左辺ですから、マージナルレベニュー、これがマージナルレベニューですね。これがマージナルレベニューのグラフはどうなりますか、広川さん。ああ右下に下がる、うん、P の下にね、なるで Q がマイナスに Q をかけてますから、 Q が0だったらこれは0になって P に一致して、 Q が0の時にはマージナルレベニューはここ P と一致して、で Q が大きくなるに従ってマイナスに大きなものをかけるので、この下にこう大きくずれていきますね。だからこれがマージナルレベニューのグラフになるね。はい、で限界費用は前回グラフに書きましたけど、普通に今まで通り逆 S 字の費用関数ですから、こうなるんですね。つまり縦軸に P と MC と R と、あ、MR、マージナルレベルの3つの値を取って縦軸に MC と MR と P と全部円で測られますから、在1個あたりの円で測られますから、単位が同じで同じだけで、で前回やったように MC は右上がりのところが供給曲線になって利潤最大になるわけですが、さあこれが供給曲線、あ、供給曲線じゃない、あれこれはあの完全自由競争の時には供給曲線だったけど、今は別に P イコール MC じゃありませんから、 MC がそのまま供給曲線になるわけじゃない。価格が与えられた時に MC で生産するわけじゃない。どこで生産するかというと、 MR と MC が等しくなるように企業は行動するわけですから、企業の、最適な生産量 Q は MR と MC がマージナルレベニューとマージナルコストが等しくなるような Q が最適な Q なので、供給ポイントは MR と MC が等しい、ここになりますね。ここがモノポリーですから M にして、モノポリーの時の最適な生産量になります。靴をこの間修理出したんだけど、買ったばかりの靴のさ、靴底がペロって前から
めくれちゃって、あの剥がれちゃって、で、すいません、ご一緒に不良ですって持ってったらさ、あの一生懸命山屋さんが僕にその交換になるんだけれども、色がないからどうしますかっていう電話をしてたらしいんだけど、一向に僕 の, あの携帯に繋がりません。で最後メールを書いたらしいんだけど、メールは迷惑メールフォルダーに入ってて、これおかしいな、山屋から連絡ないなと思って、俺から連絡したら、いやあの電話も何回もね、携帯にしたし、あのメールも送ったんですけど、全然連絡つかなかったんですよね。あ、そうですかって見たら確かに着信がいっぱい入って、で迷惑メールフォルダーにメールも入っててさ、全くこういうふうに繋がらないんですよね。面白かったです。さて、これが独占企業の、最適な生産量になりますが、じゃあ完全競争企業の場合にはどこで生産するのが一番いいの？広がす。MC と、PQ のコープの。そうだね、ここだね。これが需要曲線ですから、需要曲線と MC が P ゴール MG で完全競争ですから、ここが、まあ、カンプテーション QC のが、完全自由競争の時の最適な生産量ですね。そうすると独占企業は最適な完全自由競争の時よりも自分で生産量をわざと減らすっていうんです。なぜ減らすかというと、プラスティカじゃないと。プラスティカじゃないけど、なぜプラスティカじゃないと減らすと方がいいの？ユリアさん、宇宙戦艦。これ受けてくれるとありがたいね。こんな親父で。価格を釣り上げるためでしょ。普通、僕しかさ、豆腐作ってなかったらさ、わざと豆腐の供給量を減らしてさ、価格釣り上げる。昔、たまごっちがそれやってて、たまごっち品薄になって、今やジョイフルとかのお子様ランチの、おまけにもついてくるような卵を中さん、昔はみんな1万2万で買ったわけだから、価格を釣り上げてるわけですよ。価格はどこで決まるかというと、価格は逆需要関数で決まるんだよね。これ P イコール D のマイナス1の Q で、僕が生産した量に応じて価格を決定する。マイナスしてるのはこれだ。つまり Q を決めると価格はここに決まる。ここが P の逆需要関数。P のモノポリープライスが決まる。で、完全自由競争の時の価格は P スター C なんで、カンプテーション。ほら、価格が釣り上がってる。従いまして、独占企業は皆さんのレジュメのその下に書いてあると思うんですが、完全競争時よりも生産量を減らして価格を釣り上げることによって、独占企業にはチョイスがあるわけですね。別に QC で生産してもいいのに、あえてここで生産しているということは、ここで生産するよりも絶対こっちの方が利潤が高いはずですね。今利潤最大化やってるわけです。だからそこに書いてあるように、完全競争時よりも高い利潤を実現することができるということが分かるわけですね。まあもちろん独占企業は高い利潤を享受できるんだけれども、皆さんはミクロ経済学で余剰分析をしたと思いますが、社会的にはデッドウェイトロスが発生して、地価重が発生して、社会的にはこれ最適じゃないんだよね。だからこそ独占禁止法という法律があって、独占は一般には禁止されているわけです。ただしそうしてしまうと、技術開発のために企業はお金を投資しないので、普通その
発明した人に対してだけは60年間か何か特許によって独占的なその利益を守りますよという法律になっているわけですね。だけど一般にはもう特許が切れれば普通独占は違法になるね、独占禁止法という法律がありますね。ということになっています。ここまでいいかな、質問ある人ない。では、テキストでこの物品税収入の最大化っていうモデルがあるんですが、これ全部はやらないんですが、ちょっとまあテキスト読むときにね、分かりやすいように今やったこのモデルとの全く同じことをやってるんだよということを示すために対応関係を示したいと思います。まず201ページの291ページの物品税収入の最大化に出てくる企業は独占企業です。したがってテキストのに出てくるあの収入関数 R イコール -α9次乗+β9というこれは独占企業の収入関数なので、R イコール PQ ではなくて、R イコール逆需要関数かける Q です。だから全部 Q の関数になりますね。これだと P があるはずだけど、どこにも P ないんですね。全部 Q ですね。だから、実はこれ独占企業の収入関数です。でさらに、独占企業の収入関数の場合、逆需要関数かける Q なので、これを Q でくくると Q を送り出すことができますね、こういうふうにね。そうすると逆需要関数が分かりますね。ここが逆需要関数です。あとの穴埋めは簡単で、従いまして、逆需要関数は今求めたこれですね、 P イコールマイナスアルファ T プラスベータで、需要関数はこれを Q について解いたものですから Q イコールマイナスアルファ分の P プラスアルファ分のベータ、これが需要関数になる。これさえ理解すれば、あと教科書を読んで、今とこの同じ結果になりますので、やってみてください。もう絶対この後ぜ、丸ごかけてコーヒーを。近くの位置に落としてやるぞ。君はあそこまで連れてってやる前までまで連れていける売り上げに貢献してくれる。君は全然反対を。いや、どっちみちこの後目で仕事があるの。あ、仕事なんだ。放課後も仕事ない。あれは、うん、サークルは今日何？火曜日しか練習してない。え、1週間に1回なの？え、でもそう、それこそ西南のグリーンとかフラベコールとかもそうですよ、週1です。マジで？大体週1です、サークル。え、でもさ、あれだよ、合唱だぜ。サークルといっても真面目なあれやんか、文化部だよね、部になるんだ。
いや、一般の合唱団なんで大学生全く関係ないんですよ。あー、サークルなの。まあ、まあ、サークルっていうか、その合唱団って言ってもなんかすげえ毎日やって吹奏楽部みたいに毎日やってそうなっていう感じ。そうですね、まあ学生だけだったらそれでもいいんですけど、もう社会人も 50代、60代、70代の方とかもいっぱいいらっしゃるんで。へー、じゃあ俺も入ろうかな。その方たちが、その、一緒に、まあ、2人交わされたね。入ってほしくないいや、でも、浮橋まで行くみたいです。あ、そっち、いや、大学のさ、大学のは、何も入ってないです。え、大学の入ってない？入ってないです。え、去年なんか大学で練習があるっていうな。まあ、去年は山の後、浮橋のに行ったけど、親に送ってもらったんですけど。あ、大学の入ってないの。あ、それで週1か。いや、僕も合唱結構好きで、ずっと小中、いや中高大とずっと体育会だったけど、それでもこう学校の中で選抜してさ、音楽の先生が選抜して作ってさ、市のコンクールとか行くじゃん、学校大と。あれで必ず入ってたから、中学の3年間で歌好きでさ、イタリアに在外研究に行った時もサークルで、社会人のサークル入ってたので歌ってた。あとアメリカの高校行った時にも、アメリカの高校は授業でクワイアって授業があって、でアメリカの高校って日本の高校みたいに毎日こう時間割が変わるんじゃなくて、自分で時間割を組むやろ。1限数学、2限国語、まあ英語だな、英語、3限体育、4限音楽とかやると、それが毎日続くの、ずっと同じ授業が。だから毎日歌ってた、ワイヤーで。田舎の高校でさ、もうすっごい田舎で、人口3000人で、学校は全部で4年、1年から4年までで、高校100人ぐらいしかいないのかな、もっと少ないかな。要するに日本でいうと1クラス分40人ぐらいしか1学年いないんですよ。40人もいなかったかな、30人くらいかな。ただ120人ぐらいしかいないのかな、学校。そうするとさ、その人たちはみんなもう幼稚園からずっと30人同じ顔で持ち上がりできてるから、すっごい閉じた社会で、でアメリカってすごいマッチョの世界じゃん。もうアメフトしてるのがさ、高校を牛耳っててさ、文化系のやつらはみんないじめられっ子で、なよなよでこう端っこで日陰の生活をしてるみたいなさ、日本みたいな陰湿ないじめはないけど、殴られるみたいないじめはあったりしてさ、すげえかわいそうな弱肉強食の世界。そんなところだから、クワイアに入っ、未だかつてクワイアに男の子が入ったことがなかった。で俺普通に日本から行ってさ、何も知らずにクワイア受講したらさ、俺一人男でさ、男性パート俺が一人で歌われてさ、でっかい声でそんなやってたね。俺が帰った翌日、俺が帰った翌年から男性が入るんだ。だずっとね、僕クワイア好きでやってたんだね。まあ、何か君とか入ってほしくないから多分入ってもいいですけど、やらしいです。ほら、入ってほしくないヒントですね。はい、やんわりと断りましたので、では私は、次行きましょう。教科書にですね、比与関数の話が、比与関数の話というか、問題を解くためだか、それともその、教科書の解説に出てくるモデルの中に、短期の比与関数、長期の比与関数というのが出てきます。でこれは皆さんミクロ経済学でやってると思うんですけれども、一応復習で、短期の比与関数というのは、例えば私が、新しくですね、稲穂焼きのお店を出すとしましょう、西陣の駅前にね。稲穂焼きといえば、ね、あそこの稲穂焼き美味しいんだよね。君がこの間紹介してくれたコーヒー屋さんがある。あれ、深江になるの。深江だよ。深江の駅前に稲穂焼き屋さんを知ってる。よく上りが出てるやつ。稲穂焼き。あそこの稲穂焼きはめっちゃうまくて、西陣の駅前にも稲穂焼きあるよ。知らない？あるよね、なんかひよこの予告かなんかね。あそこでね、俺同じの買ってみたんだけどね、全然美味しくない。あっちはうまいですよ。で、
あそこの稲穂焼きの作る人は昔ホテルの進行をやってた人で、それでなんか海外でもずっと進行をやって渡り歩いてて、なんかどっかの政府からもらったすごい勲章みたいな、後ろに勲章と賞状が飾って、そのシェフとして称号をもらったらしい。どこだったか忘れて、ドバイって言ったかな、ドバイだかフランスだかどっかでね、称号もらって、結構な人がね作ってるから結構うまいんちゃう。そう、それと短期の日を関すると何年目だった、あ、思い出した俺が稲穂焼きを改善したとするじゃん。そうするとさ、最初やっぱり、借りたそのテナント全部内装、普通はコンクリートのさ打ちっぱなしの部屋を何ていうの、壁紙貼ったりとかさ、電気つけたりやって、その回転に使うそのランニングコストとは別の費用を投入するよね。回転資金が必要だよね。それっていうのはランニングコストとは違うから生産量に依存しない、依存しないで固定的にかかる費用だよね。そういうの固定費用って言うんですね。それに対して普通は、稲穂焼きを例えば10個作るよりは100個作る方がコストがかかるよね。材料、光熱費、そういうふうに生産量に依存した費用の部分を可変費用と言うんですね。そうすると、費用関数というのはトータルコストというのは可変費用、バリアブルコストとフィクストコスト、固定費用の総和が総費用になるはずなんだけれども、でもさ、この固定費用も最初10年とか20年のうちはまだね、お父さん最初の開店資金の時 のローンを返しきれてないのよとかになるかもしれないけど、これがもう老舗100年も200年も続いてる、まあ、そこまで考えないですね。10年過ぎればまあいいでしょう。10年ぐらいしたらさ、もうこんな開店の時の資金なんてもう普段の売り上げから全て元取ってさ、もうどうでもよくなってるじゃないですか。そうなってくると長期的に大事なのはこの固定費用ではなくて可変費用だけになるんですね。だから短期の費用曲線は、まあ、ショートランのコストはバリアブルコストとフィックスコスト。だけど長期的に、ビジネスをしだすと、もはや、トータルコスト、ロングランのトータルコストはもうフィックスコストを選ぶので、バリアブルコストだけ考えればよくなるわけです。こうして、費用関数をその短期と長期で分けて考えないと、20年、30年経ってもね、回転資金のフィックスコストも入れて、利潤の最大化しても全然意味ないので、普通は使い分けます。ということで、まあ、教科書の293ページに、種類の費用関数が出てきて、固定費用 D が入っている方が短期の費用関数、長期の方は D が入ってなくて、全部 Q に依存します、ね。だから、クオンティティが0、生産しないときには費用が0になります。が、ロングランのコストということで。そう考えるとバリアブルコストというのは総費用 C から固定費用 D を引いたものが可変費用になりますね。バリアブルコストで、バリアブルコストの平均の可変費用はバリアブルコストをクオンティティで割れば材1個あたりの平均的な可変費用が出ますから、 C から D を引いたもの、クオンティティを引いたものが AVC アバレッジバリアブルコストになります。この辺の知識があれば教科書の293ページを読めますので、教科書の295ページまで読んで練習問題の94を宿題にします。さあ、ここまでよろしいでしょうか。疲れたけどこの授業は2時に終わりではなくて2時半に終わりですか。なんか今日は早く終わりたいというのかな この間薬科大でさ、非常勤先じゃないですか。で、みんなは薬学を勉強しに来てるし、経済の話なんて行きたくなかろうと思って5分前にさ、終わろうとしてさ、ここでちょうどいいから終わろうか、10分前ちょうどいいから終わろうか、まだやりたい人って冗談で聞いたらさ、一番前にピッ
と出会いがなくてさ、10分前で終わって帰ろうと思ったらさ、もう1トピックやらされてさ、時間ギリギリの金庫まで準備されてやらされたとね、もうびっくりしましたよ、真面目なやつがいるもんですね。はい、ということで新しいところに入ります。マクローリン級数とテイラー級数について学びますが、いきなりなんじゃこれやと思いますけれども、これは後で、N 次導関数テストに使います。 N 次導関数テストって何だったかと言いますと、前に1回の条件では、極大か極小かわからないので、二次導関数で十分条件を得るよ、極大極小の十分条件を得るよってやったんだけれども、それは二次導関数テストで符号が、二次導関数の値が負か正かで値が決まったらですね、もしこれがイコール0だったら、そうですね、イコール0だったら、定置関数の場合もあるし、最小もしくは極大、変極点、いろんなケースがあって不定になるんですね。この場合には3次導関数テスト、4次導関数テストって回数を増やしていかなくちゃいけないんだけど、その根拠になるのが、どうして回数を増やしていくのか、それによってどういう条件が出てくるのかっていうのを、やるためにテーラー級数もしくはテーラー展開というのを必要とします。テーラー展開を勉強するには、その基礎となるマクローリン展開もしくはマクローリン級数を勉強しないといけなくなりますので、まずは、マクローリン級数から入りたいと思います。で、級数というのは英語でシリーズというんですけれども、このように規則的にですね、0乗、1乗、2乗、3乗っていうふうに順に上がっていく項の和で表されるのを級数と言います。で、マクローリン級数というのは何か、テイラー級数でもいいんですけども、どっちもある関数をこういう級数の形に書き表すことができる、表現することができるというテクニックが、マクローリン級数とテイラー級数です。何を言ってるかというと、例えば私たちが y イコール 5x6 乗プラス 7x とかっていう式があったら、これをああいう形に書き換えることができますよっていうこと、その方法をこれから学びます。これをあの形に書き換えてもあんまり嬉しくないんだけど、最適化の条件を求めるときにはあれが役に立ちます。他には関数を単に書き換える2点は、例えばこういうことがあります。y イコールログ x、 ログだとね、ナチュラルログ、ナチュラルログというのは定が e ですね、定が e で x というのをナチュラルログで ln とかいいますが、この関数電卓でさ、ログの、ログもナチュラルログで、ログの4とかってやると、電卓で数字がこうビッと出てくるじゃん。でもこの数字どうやって出すの？この数字は、例えば、ログの4っていうのは、e を四角上、四角にあるじゃん。四角上したら、4になるような数を電卓で求めてる。この指数の部分に何が入るの？e に1入れてみて、2入れてみて、3入れてみてってやって、いろいろ調べて、コンピューターで、4にこれが一番近いなんてやってるわけじゃないんですね。その、どうやって求めるかというと、これをログっていうのだとすごいこう、分かりづらいじゃん。e の何乗が4みたいな数を探すって分かりづらいけど、ああいう多項式で表されてれば、あそこに x 代入したら普通にポンって y の値が出る。だから、こういう関数だけじゃなくて、ログとかサイン、コサインとか、あらゆる関数がああいうふうな、これは多項関数だけど、あらゆる関数がこの後やるテーラー展開とかマクローリン展開という形で書き換えることができるんですね。ここはごめん、級数だからまだ
これを急須に書き換えるんじゃなくて、これにそっくりな形で展開するっていうんだけど、この式を別の形に展開して、ああいう多項式に書き換えることができます。そうすると x に4代入すると、ピッと y、ログ x の値が y の値がポッと出てくるんです。というように、まあ、とにかく、まあ、世の中ですね、いろんなところでこの、テーラー級数使われます。マクローリン級数よりもテーラー級数の方がより一般的なんですけれども、まあ、使われるんで非常に役に立つことを覚えておきましょう。これからしっかり勉強していきましょう。ではまず、これはまあログとかサイン、コサインの話しましたけど、ここではまず多項関数をマクローリン級数の形にしましょうということを学びます。多項関数というのはここに書いてあるように項がいっぱいある関数ですね。まあ一般に N乗までの N 字の項があれば0時からこうやって一般的に書けます、ね、例えばこれだったら 5x6 乗プラス 7x だったら A0 が0ですね。 A0 が0でプラス A1 が0ですね。の A1 が7ですね。っておいて A2、A3、A4、A5 まで、A5 までを0と置いて、A6 のところで5に置いて、でやると、ああいう一般的な形に書けますね、多項式がすべてね。青で囲った形に書けます。ということ分かるよね。分かんない。ちゃんと書こうか。どんな右の多項式は、こういう形で書けるよね。ずっと続いていくわけですが、例えばこの 5x6 乗プラス 7x というのは A0 を0とき、 A1 を0とき、A1 を7とき、0、0、0、0、もう1個必要、もう1個めんどくさいからここを5にしよう。ストップ、ここが5と置けばこういう形で表されるよ。どんな多項式、これを、マクローリン級数という形に今変えたいと思います。まあこの式ですね、この2の多項式をマクローリン級数という、あ、そっか、俺さっき級数を、まあいいのか、規則正しくこう何乗何乗ってなった和の形を級数と言いましたけども、次のページにですね、こういう形をマクローリン級数というんですけども、この形に変形していきます。これがまあ目標ね。こういう形にこの式を変形します。ただしこの式とこの式はイコールです。同じものです。 fx をこういうふうにも書けるという、fx はもともとこの式ですが、fx イコールこの式、多項式はこういうふうな形に書き換えることができる。書き換えられたこの形形式の級数をマクローリン級数と言います。じゃあどうするとこんな形になるのかということをこれから順を追って示していきます。まず、この f の1回微分、2回微分、3回微分であって n 回微分までを後編ちょっと書いていってみてください。
3回まで微分するとその規則性に気づいて N 回までの微分を自分で類推することができますね。終わった人は、スライドに回答が記されていますのでチェックしてください。もう待ってる間寝そうなんですけど、助けてください。クリア止まった合ってた、ね、まず1回微分すると当然全部の指数が1個減りますよね。事乗の減指数は1乗になって、3乗の指数は2乗になって、N 乗の指数は N-1 乗。で、全部その指数が前に出る。そう、ちょうどこれ、事乗の、添え字を A2 としてますから、A2 の前には2が来るし、A3 の前には3が来るし、AN の前には N が来る。で、A0 は定数項でしたから消えて、1回微分すると、1乗の A1 だけの。2回微分すると今度、1乗の項が消えて2乗の項だけが残るんですね。それが 2A2 でした。もう1回これを微分すると 6A3 が残りますから 6A3 というふうに、ちょうどこの、 3回微分したら3乗の係数が残るわけですね。ただしこれ6というのは1回微分すると3が前に出てくる、3乗だから3が前に出てくる、次に微分すると2が前に出てくるので6というのは 2×3 なんですね。でもう1回微分するとこの1乗が前に出てきて 2×3×1 なんですね。 3×2×1、 3、2、1と下ってきてるんです、この6という。そうやってやっていくと N 乗は N から N、N-1 って下ってきて 3、2、1、AN という、残りの項は全部消えますね、という規則になっている。で、次のページでこの式に0だ、 x に0を代入して、この右辺を0で x イコール0で評価した値を、次のページのここに書いてあります。
そうするときれいに先ほどの1項目の、係数が例えば2回微分のところは事乗のところの係数が残りますね。だからこんなになりますね。これをもう少し、分解してやるとこう書けますね。例えば F の0のところの A1 というのはこれは 1×A1 ですから1の階乗の A1 かけるし F の2回微分の0のところは 2A2 ですね。これは 2×1 なので2の階乗の A2 かけるし F3 は 3×2×1 でしたからさ、これ 6A3 は 3×2×1 だったのでこうかけますね。F の N 回微分の式は N の階乗の AN とかけますね。こう書いてますね。従いまして、元のこの式に残る A0 がまあ、A0 はそのままでもしておくか、まあ、A0 も一度規則正しくするか、0の階乗の A0X0 乗プラス A1 は A1 これだね。 A1 はこの式から A1 イコール1の階乗で割って F の1回微分の0ですね。この式から A2 は2の階乗を F の2回微分の0、これ左辺がこれだから2の階乗で割って A2 を求めるんですよ。 A3 は3の階乗 F の3、 AN は N の階乗 F の N の0で、これを掘り台にしていくと A1 が1の階乗 A1X の1乗とプラス A2 が2の階乗 A2 の X の1乗3の階乗 A3 の X の3乗といって正しい形に書き換えることができる。これが先ほどの目標であったこれですね。あ、ごめん、なんかみんなちょっとんとした形してると思う。これね、これが分子ですね。これ間違えてますね。A0 が、F の0回微分の0。で、1回微分の0。
題ではないけれども、今日締め切りの宿題をチェックしてくださいね。大変なやり方ですね。ちょっと甘えてますね。いや、あの8の方は6はまずむずいですよ。92もさ、92も最後の問題4番途中までだし、93も最後の問題、92、93途中まで、よろしいですか。ここまで分かったかな。ああなるほどねと。要するに微分をしてうまくその N 乗の部分の係数だけ取り出してですね、そのこれ法則を言ってるだけなんですね。 N 回微分して0といくと N 乗から N-11 ってこう指数が前に出てくるこの階乗の部分が残っちゃうので、これで割るとうまくこの係数 AN をこういう形で式で表現することができて、そうするとどんな多項式もこうやって、元の関数を微分して、0と置いて、で階乗で割って、あとその項の何乗何乗って単位につけるだけで、元の FX と同じ式を表現することができるんですね。だって元の A1 はこれと同じって今示したわけです。示したのですから元のこの式をこういうふうに表現する。ちなみに普通くどくこんなふうに書かなくて、1個目はあの F0 の F0 だけですけども、 X0 乗は1だし0の階乗も1だし、 F0 は X に0を代入すると A0 だけしか残りませんからね。ここは A0 ですね。 A0、A1、A2 となりますね。まあ、どっちでも覚えやすい、規則正しく覚えたければこっちの方が規則正しいかもしれない。というふうにまあ書けるんですけれども、じゃ あその前にですね、言葉の使い方なんですが、今マクロ利休数をこうマクロ利休数の形に書き換えるときに x イコール0でこの同関数を評価してますね。この場合 x イコール0で展開したと言います、まあ、英語でエクスパンドしたと、エクスパンションと言いますけれども、このあとですね、テイラー級数というのは x を0ではなくて任意の点、どこの点でもよくて、そこで展開する方法をテイラー級数で学びます。まあ時間が時間だから次回かな。で、次回じゃない、テイラー級数に進む前にまずマクローリン級数の練習として、次のページです、あ次のページじゃない、次の例題ですね。この多項式をじゃあ試しにマクローリン級数で表してみてよという問題をやってみてください。
契約もまちかじゃあ広かすくなった千秋君は君の友達じゃない昨年違うの果たしてビデオを見て自習室を進めているんだろうもう3回ぐらい連続で休んでるんだけど上達するのができた。はい、ではやってみましょう。ちなみにですね、これずっと式をこう変形していくと元の式になります。当たり前です。なぜならマクローリン級数で書くということは元の式を違う見た目に書き換えただけで元はといえばイコールな関係ですから、例えばこういうふうに書いたところの F プライムのところに実際にこの式の1回分を代入して書き換えていくうちに元の式に戻りますので、やってみましょう。実際ね、計算間違いをしてなければ元の式に戻るということです。そうしないとイコールじゃないからね。まず級数の形に書き換えると、A0 は F0 です。で、1回微分が、X、まあ、こういう1の解消とかもめんどくさいから書きませんけど、事情までしかありませんから2回微分の2の解消の X の事情、まあ、こういうふうな一般的な形になっているわけですね。これをこれはあまりにも一般的すぎてあの式に当てはまりませんから、あの式のケースを書き換えます。 F の0はあの式から2ですね。2プラス F の1回微分は4プラス 6x ですね。4プラス 6x 6x ですけど x に0を今代入します。こうなりますね。4プラス 6x のかける x プラス2回微分は4プラス 6x をもう1回微分しますので6です。6で0を代入しても6ですね。 x の2の解消の x の事情、これが、まあ、この式の場合のマクローリン級数という形になりますね。もう少し計算していくと2プラス 4x プラス 3x の事情になりますね。あれ元の式に戻ったんじゃねってなるわけね。あれなんで俺元の式に戻っちゃったんだろうってこれ混乱する人がいるんだけど、当たり前です。なぜならマクローリン級数は元の式とイコールだからね、当然こういうふうに形に表して代入していけば元の式に戻るんですね。ここまでよろしいですか。じゃああと6分ありますが、テーラー級数やりたい人大丈夫だよね。さっきの薬科大の話をした今は皆さん手を挙げられないはずです。ということで今日はここで終わりましょう。次は一番、メインになりますテーラー級数ですね。ここは絶対休んじゃダメ。これ一番大事。さあコーヒータイム、コーヒータイム。